皆さんこんにちは、いすゞ自動車の笹です。ギガに装備されているレーンキープアシストをご紹介させていただきます。レーンキープアシストには2つの機能があります。1つ目は車線の中央を維持して走行するようにステアリング操作をアシストする機能です。2つ目は走行中に車両が車線から逸脱する恐れがあるとシステムが感知した場合に警報を行い、回避するためのステアリング操作をアシストする機能です。現在一般道を走行しております。この後東名高速に乗ってレーンキープアシストを確認していきたいと思います。名古屋方面、はいはい、レーンキープアシストオンにしてみますか。エンジン始動後レーンキープアシストはオフの状態になっています。車速65を過ぎますとこのメインスイッチをオンにします。これで設定完了です。マルチインフォメーションにはステアリングのマーク、そして車線のマークが表示されます。今レーンキープアシストが今機能している状態です。オンになった時に、ステアリングは車線の真ん中、この車線の真ん中を走行しようと自動で修正しようとします。あ、今も修正してますね。このカーブに沿ってステアリングを合わせようとしてます。レーンキープアシストが入るとこのステアリングにちょっと若干重みが出てきます。操られてるみたいな、まあ、最初はちょっと違和感あったんですけど、だんだん慣れてきて安心できるようになります。このステアリングが自動で修正してくれますんで、非常に今楽な感じですね。まあ、作動中、ドライバーの方の意思でハンドルを切りたいという時も人の力の方が強いので十分操作は簡単にできます。はい、左カーブで今レーンキープアシスト今作動しています。このカーブに沿ってこのステアリング操作しています。でもこの時必ずステアリングにきちんと手を添えて、これは自動運転ではありませんので必ずステアリングを握って操作してください。まあ、アシストしている時は左右に振られることもなく、まあ、安定した走行ができています。ではこの交差点を右折します。右に、あ、軽いですねこれ。あ、こんなに軽いんだ。それではバックしてみます。あ、非常に軽くなってますね。片手でも簡単に軽々回せます。この指一本でも簡単に回せる、非常に軽くなってますね。このぐらいの軽さであれば、まあ、ドライバーの方、また女性のドライバーの方も簡単に操作できる、非常に軽くなっています。まあ、この感覚でいうと乗用車に近い軽さがあるかと思います。先ほどの LK 付きと比べると少し抵抗感があるんですが、まあそれほど重くはないんですが、少し抵抗感があってそれが押しの重さに感じる部分があります。片手では普通に回せます。指一本でちょっと強めに回さないときついぐらいですかね。先ほどの LK 付きに比べると、少し抵抗感があって少し比べると重さを少し感じます。今80キロですね。今安定してます。重くもなく、軽くもなく、ちょうどいいステアリングの重さになってます。
まあ、高速道路で走行するにはちょうどいい重さですね。安定して走ることができます。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。